空気って気持ちいい。こうやって深呼吸すると気持ちがスーッとするの。水平線の向こうが膨らんでいくみたい。ミツコは本当に海が好きなんだな。うん、大好きよ。虹の橋か。え、何それ。父さんはね、いろんな国の人がこの太平洋を自由に行き来できる光の橋、虹の橋がたくさんかかるといいなと思ってるんだ。太平洋は平和の海という意味なんだよ。周玉蓮さん、お母様は日本の方ですが、中国で生まれて、今度初めてご家族みんなで日本へ来られたのです。ですから国籍は中国。と言っても、海を隔てたすぐお隣の同じアジアの国だし、日本語だってずっとお母様に教わってらしたんだから、心配はいりません。すぐにみんなと仲良しになってお話できるようになるわ。いいですね。みんな仲良く、玉蓮さんに協力してあげましょうね。はーい。玉蓮さんも勇気を出してね。さあ、元気にご挨拶しましょう。私、周玉蓮言います。どうぞよろしく。私、ケンタ言います。どうぞよろしく。おお、中国から？僕知ってる！中国ってパンダのふるさとなんだよ！そんなこと誰だって知ってんの！そんなんじゃ玉蓮さんって子も苦労するわね。ミツコが玉蓮さんを好きになれば、玉蓮さんもきっとミツコを好きになるよ。心は必ず相手に通じるもんさ。中国はすぐお隣さんだもの。大丈夫だよ。おばあちゃんはまるで隣のお家みたいに言うのね。そうだよ。うちだって国だってみんな同じだよ。お隣同士仲良くするのが一番大切なことだからね。とにかく優しくしてあげなさい。ミツコのデシャバリー、引っ込め、生意気だぞ。はっ、だいたい俺たちと友達になろうってのが甘いんだよ。でも私、なんかあっか。あ、先生が来るわ。私の大好きな報酬、私ママの故郷日本へ来たわ。日本の学校に入ったわ。でもどうしてだかみんなと仲良くなれないの。報酬、あなたのようなお友達ができないのよ。日本の先生はとってもいい人だわ。勇気を出せば日本の友達たくさんできるって。でも勇気を出すってどうすればいいの。報酬、私にはわからない。よくれ、よくれさーん。よくれさーん。玉蓮さん、ごめんなさい。では今日はこれで終わります。ところで今度の学級会は気候がだいぶ暖かくなったので、午後から灯台の下の緑の丘でやりましょう。テーマは私の宝物。自分が一番大切にしているものを一つずつ持ち寄ってみんなに紹介するのよ。先生も楽しみにしてるわ。何かしら。これは、かわいい。目
を覚ましたのね。金髪に青い目。アメリカの人形かしら。ずっとこんな暗いところにいたの？寂しかったでしょ。でももう大丈夫よ。私がお友達になってあげるわ。仲良しになりましょうね。いけない。はじめまして、みつこさん。え？まあ。私はドールフェアリー、人形の妖精です。ドールフェアリー？そう。いつもは姿は見えないけれど、エミリーに優しくしてくれたので、あなたには私が見えるのです。このお人形はエミリーって名前なのね。そうよ。あなたの優しい気持ちは、エミリーにも伝わっています。ほら。エミリーも何か言っているわ。え？耳を澄ましてごらんなさい。聞こえるでしょ？友達になるということはいつだって静かにゆったりと耳を傾けることから始まるのだから。ありがとう、みつこちゃん。エミリーが、お人形のエミリーがお話をしたわ。長いこと一人ぼっちだったから、みつこちゃんが来てくれて本当に嬉しかったわ。長いこと？そう。みつこさんのお父さんやお母さんもまだ生まれていない頃から。え？そんな昔から？私がアメリカから日本へ来たのは、1927年、昭和2年、今からおよそ60年以上も前のことなの。アメリカと日本の子供たちが、いつまでもいつまでも仲良くして、熱い友情で結ばれるようにと願いを込めて、1万2000以上の人形がアメリカの人たちの行為で平和の海、太平洋を渡って送られてきたのです。私たち青い目の人形は平和と友情の使者として、それはそれは大歓迎され、日本全国の小学校や幼稚園などに送られて、子供たちの大切な宝物になったのよ。私はその1万2000の人形の中の一つだったの。そう、友情の人形だったの。でもそれがどうして今こんなところに？悲しいことに、私の母国アメリカと日本が戦争を始めてしまったのです。戦争？1941年、昭和16年12月、太平洋戦争が始まったのです。日本はすでに、そのずっと前から中国と戦争していました。その日を境に、私たちの運命も大きく変わってしまったわ。それは本当に悲しい出来事だった。青い目の人形たちは、アメリカ人の身代わりにされて、壊されたり、焼かれたりしたの。日本で出会った人たちは、優しい人ばかりだったわ。それなのに、お互いの命を奪い合う戦争をするなんて。そんなひどい。だって、人形に何の罪もないのに、どうして誰も止めなかったの？でも、エミリーはどうして助かったの？私、戦争中の世界へ来てしまったんだわ。
れ、エミリー。皆さん、今日は校長先生のご意見でこれからエミリーを処分することになりました。エミリーの処分って？何ボケっとしてるの？あなたもやるのよ、さ。俺が一番手だ。エミリー、いやー、エミリー、いやー、ミツコちゃんが来てくれて本当に嬉しかった。やめて、やめてちょうだい。弱虫野郎！お願い、エミリーを、人形のエミリーをいじめないで。このエミリーには何の罪もないのよ。先生もこんなこと本当は嫌だったの。おかげで勇気が出たわ。いつかまた平和に暮らせる日までエミリーは大切に守りましょうね。日本とアメリカの友情の人形ですもの。はい、先生。よかったね、エミリー。あ、あれ？あ、さっきのオルゴール、どうしたんだろう、私。頑張ったわね、ミツコさん。あ、ドールフェアリー。そう、あの瞬間、あなたの勇気はとても素晴らしい未来を選んだのよ。え？誰だって毎日いろんなことに出会うわ。どうしようかと迷うこともあるわ。それはその旅ごとに二つの道があるの。どっちへ進むかは自分自身で決めなければならないの。二つの道って？一つは臆病の道。臆病の道。そしてもう一つは勇気の道よ。勇気の道？臆病の道と勇気の道。この二つの道のどちらを選ぶか、それによって未来はどうにでも変わっていくのです。あなたはさっき勇気の道を選んだわね。だからエミリーは今幸せにあなたの腕に抱かれているでしょ。でも私、さっき弱虫ってあのケンタ君みたいな子に怒鳴られたわ。じゃあ竹槍で人形を突き刺すのが勇気の道？違うわ。でもケンタ君なんか力も強いし、鉄棒も上手だし、いつも元気で寂しそうな顔なんて見たことないわ。本当にそう思う？それじゃあこれはどうかしら。お母さんが亡くなってお父さんと二人っきりのケンタ君は寂しがり屋なの。それを誰にも知られたくないものだから、みんなの前ではわざと威張ったりいじめたりしているだけなのよ。そんなことをしたらますます友達なんてできなくなるわ。それが臆病の道の未来なの。行き止まりしかない道なのよ。自分の弱い心に負けてはダメなのね。その通りよ。それと反対に勇気の道は、その時は苦しいけれど、進めば進むほど道がだんだんと大きく開けていくのよ。ケンタ君にも、そうだ、玉蓮さんにも本当の友達が作れるように勇気の道を教えてあげなくっちゃ。ねえおばあちゃん、戦争って本当に怖いんだね。そうだよ、みつこ。世界中のみんながこのエミリーの澄んだ瞳のように、子供の頃の優しい気持ちや友達を大切にする心をずっと変わらずに持ち続けられたらね。そうすればあの醜い戦争なんかしなくて済むっておばあちゃんは思うんだよ。うん、友達を大切にする心。今度こそ玉蓮さんと本当の友達になるわ。青い目の人形エミリーとドールフェアリーの話、これで終わります。はん、人形の妖精だってさ、夢でも見てたんじゃないのか。じゃあ次は玉蓮さんよ。え？
玉蓮さんの番よ。その袋何入ってんだよ。ねえ、早く見せて。どうしたの、玉蓮さん。元気出して、玉蓮さん。ああ、じれったいな。みつこ、他のやつにしろよ。弱虫はほっとけよ。弱虫？あんなの弱虫じゃねえか。なんでなんで、文句あるかってんだよ。ねえ、お願い。玉蓮さんの宝物をみんなに見せて。私たち玉蓮さんと本当のお友達になりたいの。本当の友達。だから、玉蓮さんの話をゆっくり聞きたいの。素晴らしい中国のお話を聞かせてほしいの。エミリー、どうしたらいいの？どうすれば、玉蓮さんは答えてくれるのかしら？エミリーニーなら、ええ。さあ。何なんだ？中国人形。私もあんな人形欲しいわ。中国とアメリカの人形か。世界的になってきたな。エミリー、はじめまして。これ、ホーシュンさん。私の中国の、親友。そう。私の親友と同じ名前、その保守、踊りとても上手なの。保守と私、子供の時からいつも一緒、明るくて元気な子。私が日本来る時、この人形私にくれた。保守のこと、いつまでも忘れないでほしいって。だから、人形の名も、ホーシュンさん。わあ、とっても素晴らしかったわ、玉蓮さん。仲良くしましょうね、ホーシュンさん。よかったね、ホーシュン。気をつけて、玉蓮さん。そっちは危ないのよ。あ、ホーシュン、ホーシュン待って、玉蓮さん。あんなに高いところに取れるかしら。無理だわね、運がなかったのよ。諦めなさいよ、私がもっといいリボン差し上げるわ。水江ちゃん、うん、あのリボン、ホーシュンと私の友情の証。あのリボンないとホーシュン、ホーシュンでない。玉蓮さんとホーシュンさんの熱い友情の印。困ったわね。ケンタ君。リボンを取ってきて。俺が？玉蓮さんの大切な友情のリボンなのよ。お願い、ケンタ君ならきっと取れると思うの。
よし、やってやる。あのリボンは絶対なくせないんだ。なくしちゃいけないんだ。早く、おいちゃちくしょう。チェッ、あの枝に手がかかるやな。ケンタ君、僕の背中でジャンプするんだ。ぼやぼやしてないで、僕の左右からケンタ君を押し上げるんだ。よし、僕とユズル君を二段ステップにするんだ。いいのか。大丈夫、さ、早く。よし、行くぜ。それ。そう。やったー！ケンタ君、頑張って。大将、頑張ってください。難しいのはこれからだ。頼みますよ、大将。ケンタさん、もういいです。ありがとう。もう十分です。危ないから降りてください。やがましい。俺が勝手にやってんだよ。余計なこと言うな、ホンコッコ。そう、そうなんだわ。今ケンタ君が挑んでいるのはヤブツバキの枝でもリボンでもなく、ケンタ君自身の勇気の道への戦いなんだわ。雨が。みんな、ハンカチを出すんだ。ハンカチ？ありったけのハンカチをつなぐんだ、早く。どうすんだ、ハンカチなんて。いいから早くしろ。は、わかった。みんな、ハンカチ、ハンカチ出して。早く、今度強いのが吹いたら飛んじまうぞ。早く早く。しっかり結んで。早くしろよ。これも使ってくださる？ありがとう、水江ちゃん。もうすぐよ、ケンタ君。できたわよ、ケンタ君。はい、しっかり持ってね。ほら、行くぞ。はい、大将。万国旗みたい。万国旗のハンカチ、世界が手をつないだみたい。1回で成功しなかったらリボンは飛んでしまう。ぐちゃぐちゃ言ってねえで、今度はしっかり結んどけよ。あ、
にやったんじゃねって言ったろうが。でも、星のリボン戻りました。あなたいい人です。文句ありません。なんだ。では私、もう少しお話ししていいですか？本当？私、今朝、学校に行きたくないと母を困らせました。日本に来てから、学校に来るの、毎日毎日辛くて嫌だった。今日は大切な報酬を笑われたりしたら、と思うと怖かった。でも、母は言いました。中国で生まれ育ったことに誇りを持てと言いました。母の言う通りでした。私は今日、本当に嬉しいです。ケンタさん、報酬のリボン取ってくれた。それをクラスのみんなが応援してくれました。今はもうみんな、中国の報酬と同じ、私のお友達です。今日のこと、中国で報酬が聞いたら、どんなに、喜ぶでしょう。はあ、虹だ。大きいわね。大平洋に虹の橋がかかっています。虹の色は何色？赤、オレンジ、黄色、ブルー、緑。そう、みんなの言う通りよ。いろんな違った色が集まらないと光の橋、虹の橋はできないのよ。そうか。同じ色ばかりじゃ綺麗な虹にはならないんだ。緑も紫も、どの色もみんな素敵だものね。そうよ。人間だってどんな人でも最高に素敵な色を持っているの。順番なんてないのよ。みんな一人一人が一番なの。だから、お互いに自分と違った色で輝いている人を大切にしてね。じゃあ、俺は何色なんだ？エミリーと一緒に太平洋を渡ってきた人形たちだったのね。平和の海にかかる友情の虹。今度は私たちがこの虹を世界中にかけて渡っていく番ね。